クリオ・キングはアメリカ合衆国の女優、声優である。1962年、ミズーリ州セントルイスに生まれる。7人いる兄弟の末っ子だった。ミズーリ大学を卒業後はニューヨークへ渡り、舞台で経験を積んでいる。1990年代半ばに活動の拠点をロサンゼルスに変え、徐々にテレビや映画などへの出演を増やし、主に脇役として、 キャリアを構築。テレビシリーズ、TV キャスターマーフィー・ブラウンなどを経て、1993年に、私に近い6人の他人で、映画デビュー。その後はコンスタントに出演作を増やしており、ポール・トーマス・アンダーソン監督の群衆ドラマ、マグノリアや、マーティン・ローレンス主演のコメディ映画、ナショナル・セキュリティ、ニコール・キットマン主演の、ドッグ・ビル、SF 映画、トランスフォーマー。 ロストエイジなどの映画へも出演している。2000年代に入ると、純レギュラーとして、テレビドラマへ出演することも多くなり、2010年から放送された、マイクモリーでは、おばあちゃん役で61エピソードに出演した。役柄はそこまで大きくないにせよ数多くの作品に、脇役として貢献している女優の一人である。ありがとうございます。